すごいこの方に私共感できますね。本当に、はい、これはもうベストアンサーかもしれない。こんにちは、エルビアン TV。 エルビアン TV のレイアンとゆです。今日はなんとインスタで募集したレズビアンバイセクシャルの方の好きなタイプは何ですか。好きなタイプと言いましても、体とか見た目に今回は特化して聞いてみました。はい、まあ、実際ね、フェムとボイどっちがモテるのとかってことはこう表すのってとっても難しいと思うんですけど、難しいです、ね、まあね、みんなのタイプってこんな感じっていうのを集めたら、まあ、いろいろ見えてくるんじゃないかなと思って気になったので聞きました。ではレッツスタート。エルビアン TV。 今回聞いた順番はこちら。フェム、ボイ、中性、細いからぽっちゃり。はい、胸の大きさは大きい、よりちっちゃいみたいな、そういう3パターンに分けて聞いたんですけど、あともう一個プラスでボーイッシュが好きな方に聞いてる質問で、はいはいはい、胸は潰してほしいか潰してほしくないか、結構ここ問題によく上がる部分で、ね、ボーイッシュな彼女の胸を潰すか潰さないか問題で、いろんな方がいると思うんですけど、みんなどう思ってんだろうと思ってそこも聞きました。エルビアンカップル、フェム、細い、大きい。細くてボーインのフェムが好き。すごいこうアニメ的な感じで、あ、真逆もいるよ。フェム、細い、小さい。細めがね、やっぱ皆さんお好きで、フェム、体型は普通、胸は C ぐらい、結構あの具体的な感じのカップ数までお答えいただいて、ボーイの方が好きなんですが、女の子でかっこいい人によく惹かれるので、多分いろいろ男の子に近い方が好きです。はい、ボーイッシュで胸は潰してる方が好きです。っていうことは、まあ、胸の大きさとかじゃなくて、うん、胸は潰してる方が好きってことだね。お、めっちゃ分かれない？分かれると思う、ここは。え、なんだろう、ボーイッシュでさ、 FTM とか、うん、そういう性自認が男性じゃなくて女性として認識してるのに、胸を潰したいっていうボーイッシュの方とか、潰してほしいって思うのはどういう心境なんだろう。そこ聞きたいよね。あれはあるかも。なんか T シャツ着てる時にスッっていう、このスタイルが、スタイル的にいいよね、多分。エルビアンカップル。はい、フェム、太りすぎずムチムチな感じ、胸は気にしない。ムチムチな感じがお好きだということで、ね、初回と失礼します。フェム、細い、気にしないです。胸の大きさは気にしないけど細めが好き、うんうん、人気なんだね、細い子は。はい、また今2人目いましたね、はい、フェム、細い、ボイン、ナミちゃんとかしか思い浮かばん、私も。でもね、実際いるよ。あ、いるね、いるよね、いる。超細い子がいるの、友達で。めちゃめちゃ細いんだけど、E カップある子とかいる。え、それってさ、生まれつき。フェム、体型、胸は気にしない、あくまでも性格とフィーリング、顔は少し綺麗な人が好き。中性、細すぎず太りすぎず気にしない、今の彼女の大きさがちょうどいい。ベストアンサーだね、これ。そうね、細身のボーイッシュが好きです、胸は潰してる方が好きです。あー、ボーイが好きな人って胸潰しててほしい人多いね。フェム、ロングヘアの茶髪の量産型が好き、ビポチャ、柔らかいっていいよね、好きになったらどちらでも。なるほどね、量産型系の女子が好きということで、すごいこの方に私共感できます。本当に、はい、はい、フェムから中性で細め、爆乳じゃなければいい、まあ小さい方がいい。ね、わかる、多いか、いるいる。なんかエリカ氏とかもさ、胸ちっちゃい方が好きって言ってたよね。ボイカ中性、細い、気にしない、潰さないで、ボーイッシュなのに胸があることに魅力を感じます。ああ、こういう意見もあるんだ。胸潰す問題一生疑問なんだけど、私も。はい、中性、細い、小さいよりかは大きい方が好きだけど気にしない、このコーナー大好きです。キュン、ありがとうございます。1、何でも好き、どちらも可愛い、何でも可愛い、どっちもいい、すごい、とりあえず何でもいいってことで。いや、すごいね。ボイカ中性でも、そういう人が胸大きかったりすると、それはそれで来る、スタイルは細めがいい。まあ、ボイカ中性でギャップで胸が大きかったら、それはまあありみたいな、ね、フェム、細い、気にしないけど好きになった人はみんなちっちゃかった、うん、胸が大きくてお尻が大きい、グラマー。私のグラマーな友達がお答えいただいてるんですけど、これ胸は小さめで潰してたら服もかっこいいし好き、細い人。まあ、やっぱさ、潰してる方がバランスいいのかもしれないね、うんうんうん、中性からボイ、柔らかくて引き締まってる、気にしない、どちらでもいい。今まではフェムばっかで、今はボイの人に片思いしてます、他のは気にしてないです。フェムが好き、肉付きはいい方が好きかな、胸はどっちでもいい。フェムで細い極細ボインが好きか、ぽっちゃりボインが好きかってめっちゃ分かれるのって、多分本当に好みと性癖よね。そう、好みだよね、好みだからね、これは。フェム、普通、気にしない、ボイ、細い、気にしない、4はどちらでも。フェム寄りの中性、細すぎずぽっちゃりすぎず、大きすぎるのも苦手です。なんか大きいの苦手って人いるよね、おっぱい。フェム、ぽっちゃり、リカップ、
なんかこうダイレクト大カップに D カップという書かれていますね。強めのフェム、がっしりめ、大きい。本当にがっちりじゃなくてがっしりって、がっしりね。まあでもなんか嬉しい子も、私みたいな人は私さ170近いわけよ、なんだかんだ身長が。そうだね。なんかちょっとでもヒールあるの入ったら170いっちゃうから、こういうこと言われるとちょっとやっぱ、まあ、どんな体型でもやっぱ好きになってくれてるなと思うから嬉しいけどね。そうそう、すごいツボなんです。フェムか中性、細い、胸は小さめ。フェムとボイ、細かめが、細めが好きピ。ちょっと待って、もう一回読むよ。フェムとボイ、細めが好きピ。大きさは気にしない、ボイだったら潰してほしい。フェムさんでムチムチ巨乳が好きです。磯山さやかがベスト。あの具体的にいただいて、はい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 、はい、ボイ、細め、 B 以下希望、可愛いよりも綺麗系がタイプです。フェム、もちもちしてるくらい、小さい方が好き。小さい方、フェムに惹かれる傾向、やや細身より、グラマラスさんより小さい方がそそられる。もう本当にこれさ好みだわ。好みだよね。フェムの普通体型の胸は D ぐらいが最高。フェム、低身長の巨乳、中性的で細すぎず太すぎず健康的な丸々した女の子、胸は小さい方が好きです。丸々して説明してるから、つんぐってない？がっしりってことじゃない？中性標準、大きいけど好きな人なら気にならない。ボイ、ぽっちゃり、大きい、外では潰してもいいけど家にいるときは潰さないでほしい。なるほどね。フェム、細い、形重視。形大事だよね。形大事。フェム、細い、胸は大きい方がいいです。細ボインね。断然フェム、体型や胸はこだわらない、レイアンがタイプです。これはもうベストアンサーかもしれない、最低最低、ひいきしちゃうから。中性、見た目細いけど触ったら程よいお肉ちゃんが可愛い、胸はないよりある方がいいかな。ボイ、細、胸小さめ、潰した方がいいけど痛そうだから心配。フェム、中性、標準、細め、気にしない、 CT なら小さくて潰してる、ボイよりの中性の方。フェム、ちょっとふっくら、サイズよりも柔らかさ重視です。中性、普通、ない方が好きと言いつつ付き合ったことある人は全然タイプ違ったりする。あるある。見た目気にしない、細い、気にしない、好きになった人がタイプかな。ボイ、細い、気にしない、潰してない方がいいです。ボイ、普通からガッチリ、気にしない、どちらでも OK。 これもなんかベストアンサーかも。ゆうちゃんみたいな人、ゆうちゃんくらいの体型、ゆうちゃんぐらいがちょうどいい。ゆうちゃんの胸のサイズ知ってますか？ベストアンサーだわこれ。ほんと C くらいです。ベストアンサー、いや、ボイフェム中性みんな C、 この良い筋肉がある人、大きい方が、りーちゃんそう、あのさ、 C あるわけないよ。 B はもっとちっちゃかったから、私私 B だったから、もともと小学校デブじゃん、うん、めっちゃおっぱい大きかったので、そっから20キロぐらい痩せて A カップまで戻って、そっからちょっと太って B カップになって、私が B カップだった時ガチで何もなかったよ。あ、それは多分私の胸の形の、レイちゃんの胸の形、なんかゆうちゃんの胸の形だったら C カップぐらいに見えるし、 C カップだと思う。中性、ボイ、普通、気にしない、目立たない方がいい。ボイ、細め、気にしない、大きすぎるのは嫌。フェムで女を感じられる肉付きで胸も大きいと嬉しいですかね。え、ちょっと同じ。圧倒的フェム、過去自分がボイ、中ぐらい全然気にしない、うん、中性、運動物件のガタイいい体型気にしない。フェム、女性らしい体型がいいけど C 以下がいい。フェム、ぽっちゃり、大きい、潰すまではしなくていいけど大きさがわからない方がいい。まあそれはあるよね。なんか大きいのさ分かっちゃうとなんか生々しいかもね。ちょっと性を感じるかもしれない。同い年はフェム、年上は中性ボイが好き。スタイルはそんなに関係ない、気にしないです。気による、極端じゃなきゃ丸、平らは嫌だけど CD あたりがいい。潰してるから自分も聞きたい。難しいよね、うん、なるほどね。自分も聞きたい派の人ってどのぐらいいるんだろう。コメント欄ぜひ。フェム、 BMI22 ぐらいの普通体型が気にしない、大きいに越したことはない。中性、ちょい筋肉質、気にしない、潰さないでということで、はい、はい、たくさんの方にねご意見いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、まあ、ぶっちゃけ今回のやつね、大きい方がいい人、小さい方がいい人、まあ、具体的に数値を言ってくれた方ね、うん、だいたい平均的に言うと今回 C カップが好きな方がとても多かったです。確かにね、そうね、うん、なんか大きすぎるのも苦手って人もいれば、小さすぎるのもちょっとっていう人もいたから、 C ぐらいでボイシーは潰してる方がいいですっていう方がアンケート上はめちゃめちゃ多かったです、うん、自分のね恋人になったらどう思うか分かんないけど、潰してほしい人の中でも家の中では潰さなくていいっていう人が圧倒的に多かったので、外でなんだろう、体型とかに合わせた服装、ボイッシュな服装するときに潰すっていう方がかっこよく見えるのかもしれないです。だから服装に合わせてっていう感じじゃない、多分。テレビアンカップル、まあなんかこれが誰かのためになるかどうかとかわからないんですけどただね、興味本位に気になったのでアンケート取ってみました、はい、皆さんどう思いましたか？分かるってなったか、いやいや違うよってなったか、人それぞれだと思うんですけど、よかったらみんなコメントに書いてください、はい、今日のコメントの議題は好きな胸のカップです。ぜひ皆さんコメント
なんか自分と同じぐらいある人はちょっと無理かも。自分と似てるような体型の人がそもそもタイプじゃないから苦手なのかも。私あの E 寄りの D が好きです。つまり私ということですかね。まあ、ポジティブに受け取っていただいて。そういうことで、はい、ありがとうございました。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ツイッター、インスタグラム、下の概要欄にあります。でインスタでどんどんこういう企画をやっていくのでぜひフォローよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。